気持ちよく飛び回っていたらキノコワールドのあちこちに手紙をばらまいてしまって、首にした方がいいんじゃないかな。もし見つけたら持ってきてくださいね。よろしくお願いします。全然悪びれてね。あれかな、一回倒した壁から出てくるタイプのチョロプーはもう出てこない？そうであってくれたらとても助かるんだけども。そうじゃないと嫌なんだけど。岩を壊せるんかな、このやつ。もしかしてこれ壊せる？壊せねえな。なるほど。あのハンマーどうやって出てくるやんけ。くっそ、やめてくれ。いけんな、あそこ。なるほど。色が違うけん何かはあるんだろうと思ったけど敵なのか。やだわー。あれ、フラワーさんじゃない？チョロプーも出てきた。フラワーさんだ、フラワーさんだ。あれ、でもあっち側行けない。あ、降りれた。降りれるんや、横から。なるほど。まあ、とりあえずは目的地に向かえってことやんね。こっち絶対なんかある。どっか行けるんやねん、これ。あ、上から？なるほど、こっちからなんか取れんかったアイテムとか取れるようになるんやねん。シュー！うわー、めっちゃ飛ぶ。怖い。しかも敵の近くに落とさないで。あ、手紙！え、あんなところに手紙。え、やめてって。くんなって。そこのボックスを叩きたいんだ、私。キノコー！あれ？食べたら元気が出るキノコ。HP が5回復する。え、あそこの手紙はどうやって取ればいいんだ？あ、これでなんか飛べそう。でもこの辺もなんかありそう。お、宝箱。このマークが出たら押せばいいんやね。ナイスで防御のバッジをゲット。攻撃された時アクションコマンドを成功させれば受けるダメージが1減る。こっち側もいけるかな。なんかいけそうじゃない？いけんかった。何もなかった。マジか。これで飛ぶんやね。おお、めっちゃ飛ぶ。すげえ。はっ。コイン1枚だけか。あ、ぶつかった。で、ここを押す。ふう。あ、この辺か、もしかして手紙。あったー、チャールズへの手紙。ここ降りれそう。ふう、この手紙を、あ、待って、これどうやってあそこまで戻、あ、ここから戻れるのか。早い。めっちゃ素早いんですけど、やめてよ。あぶねあぶね。あそこから投げて届くんかな？カメキ。あ、やべえ、落ちるね、これ、普通に。カメキ。届かねえ。全然届かねえ。とりあえず降りますか。ん？これはどこに行けばいいんだ？なんかめっちゃ上の方に飛んできたけんさ。いまいちどこからどう行けばいいのかがわからんのだが。よいしょ。あ、これで降りれた。なるほど、そういうことね。あ、ここや、ここ、ここ。ふぅー。ええー。怖いよー。
どこに出てくるかとか忘れとるけんな。あー、回復。よし。はい。で、あと一通ね。あー、それは間違いなく私が落とした手紙です。見つけてくださってありがとうございました。なくした手紙はあと一通。できたらそちらも探していただけないでしょうか。私も一生懸命探しているんですが、なかなか見つからなくて。これってあれなんかな、サブクエ的な扱いなんかな、それともこれクリアせんと普通に話も進まん感じ。でもまああれよね、めちゃくちゃストーリー上で出てきたけんサブではないような気がする。セーブしとこう。え、大事大事、こまめなセーブ大事。さあ進んでいくぜ。めっちゃ出てくるやん、そんなにおった。あー、もう、お、フラワーポイントもゲットしたやん、やったね。さあ次はとりあえずまた矢印に沿って進んでいこうじゃないかね。この辺りまで来たんやん。で、あっち側に行ってなんか上に行くようになったけん、次こっちに進んでいけばいいんよね。下？え？下ですか？合ってる？ふっ。あー、なるほど、また戻ってこれるんやね、ちゃんと。手紙あった！栗村の栗パパへの手紙。助けてー。よし、これで。でもあそこ橋かかってないけど、次戻ってきた時はかかってます？おー、なんか先に落ちてった。うん、どこまで進んでいっても、最初の場所に戻らないといけないめんどくささ。ね、一瞬で戻れたらいいんやけど。ちょっとそこ滑っていくか。いい、危ねえ。そんなに変わらんかもしれんけど。しかも落ちた。これで渡すことによってなんか変わるかな。回復。最後の手紙、どうぞ。手紙だ！見つけてきてください、見つけてきてくださったんですね。これでなくした手紙は全部戻ってきました。ありがとうございました。こんなに親切にしていただいて、恩返しをしないと気が済みません。で、背中に乗せて橋を渡って、渡らせてくれ。いや、実はですね、手紙を落としたのはゴツゴツ山だけの話じゃないのです。気持ちよく飛び回っていたら、キノコワールドのあちこちに手紙をばらまいてしまって。首にした方がいいんじゃないかな。ほら、マリオさんって手紙を見つけるのがすごく上手みたいですから、冒険のついでに手紙も探していただけないでしょうか。あ、もうここからはサブクエになるわけやね、これ。その代わり、私はマリオさんのお手伝いを一生懸命やりますから。お供になるってこと、これ。やったー、本当は一人で心細かったんです。一生懸命頑張りますから、よろしくお願いしますね。一緒に冒険してて、仕事できます？パレッタが仲間になった。お、マリオを持ち運んで少しの間飛ぶことができる。ちょっとした崖も飛び越せる。なるほど、なるほど。あ、これで取れんかったハンマーとかも取れるんやない。バトルでは敵をキックで攻撃するパレッタキックや、強烈な体当たりで攻撃するパレッタシュートという技を使えるぞ。さあ、張り切っていきましょう。そうそう、拾った手紙は宛名の人に話しかければ渡すことができます。ただし、私を連れている時しか渡すことができませんよ。覚えておいてくださいね。なるほど、届けるのまで私がやれということなのね。一緒に冒険に行って、配達もしろと。超絶めんどくさいやん。あ、でもそういうね、会話とか見るの好きなんやけどね。やらんでもいいけど、やったら聞ける会話みたいな。この辺いっぱい出てきたよね。あれ出てこんやん、全然。今やっと出てきた。いやー！そう、ここここここ。あ、危ねえ。じゃあ、ここも普通に。移動は自分でするんかな？わからんけど、とりあえずスティック倒しとる。よし！地震アタックのバッジをゲット。地上と天井にいる敵全体にダメージを与える。おお、これいいんやないん。
次々ジャンプ、連続ジャンプ、次々ジャンプ外して地震アタック入れる。よし、これで空中に浮いとっても大丈夫、相手が。さあ行きますか。でこれで次あの橋のところもね、渡れるようになるってことやろ。地震アタックやったらあの岩のやつらもやっつけれるんかな。直接攻撃じゃなくて多分振動ってことやろうしな。よし行こう。連れてって、落とさないでね。落とすなよ。もうちょいギリからかな。は、行くぜ。よし、オッケー。なんかあれやね、めちゃくちゃちょっとの距離しか運べんねやね。あれは敵なのかしら。え、怖い怖い、なんか見てる、めっちゃ見てる。おい、そこのおめえ、声かけてきた。ちょっと待て、どっかで見たような顔だよ。なまってんな。ボスか、ここの。何、指名手配書か何か。おいおめえ、クッパ様からもらった指名手配書に乗っとるマリオってやつに似てるだよ。おめえ名前はなんつうだ。ルイージです。そうがい、おめえはルイージって言うんだか。よく似てる気がしただがな。なら人違いだって、通っていいべ。バカなのかな。え、なんかめちゃくちゃ普通に。あれは正直にマリオって答えとったら戦闘になるパターンかな。じゃあ避けれるっていうことなんやね。そろそろカラカラタウンに着きます。なんかちょっと景色変わってきた。人工物みたいなのちゃんとあるよ。回復、そしてセーブ。いや、どこもこういうセットにしていただきたいんやけど。セーブだけやられてもね。え、降りれ、こっちか。街に着いたっぽい感じがする。ほら、来たー。に、ここ何？なんかちょっとせり出してるけど。え、何？敵？怖い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 。なんなんやろあれ。兵法みたいな感じ。怖い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 、めっちゃついてくるんやけど、怖い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 。めっちゃ怖いんやけど。ね、一回あれ使ってみようや。あ、そっか、ハンマーか。地震ハンマー。敵全体なんやろこれ。引いて。めっちゃ遅いやん。イエーイ。敵一体なんか。カメキ2000、カメキ。全体攻撃できるよ。なんか、こいつらか、盗賊。コインを取っていきやがる。もう取るコインはねえよ。あ、でもカメキに変えたけどさ、もしかしてこれでやっつけれたりとか。いや、しねえな。ってことは、これでいけるんじゃない？ほら、カメキの方が圧倒的に。あ、でも、あれか。ダメージは少ないんか。イエーイ。12スターポイントゲット。もうちょっとでレベルが上がる。うわ、しかもコインめっちゃ持っとるやん。待って。大変、大変。何今の？ピボン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 。ピー。怖っ。ギリギリ。考古学者かな？やあ、こんにちは。良い旅をしているかね？私は世界中を冒険している旅の考古学者、チャールズというものだ。あ、この人やん。手紙。この果てしないカラカラ砂漠のどこかに眠っているアラビン遺跡を探しに来たのだ。町じゃないんかな、まだ。この人らのテントがあるだけ？この近くにあるカラカラタウンに手伝いの者を行かせて情報を集めさせているところだよ。手がかりがつかめたら、いよいよ探検の始まりだ。うわ、チャールズ先生じゃないっすか。隣に住んでるカメキッス。
こんなところでチャールズ先生に会えるなんて、俺っち感激っす。お隣さん俺っち、チャールズ先生のような航空学者になるため、マリオさんと冒険をしてるんすよ。これ、表に出してるキャラクターによって会話内容が違ったり、まあ、もしかしたらカメキじゃなかったら会話自体ないかもしれんけど。やあ、カメキくん、随分と久しぶりだね。なるほど。考古学者になりたいなら、いつか一緒に探検旅に行こうではないか。たまたまカメキにしとってよかったね。カメキくんなら私としても大歓迎だよ。でも今はマリオくんとの冒険に専念しなさい。一つのことをきちんと成し遂げられないようでは、立派な考古学者にはなれないからね。わかりやした。いつかチャールズ先生と一緒に探検の旅に行けるように、俺っち頑張るっす。いいお返事だね。さあ、それじゃあちょっと、パレッタに変えて手紙渡そう。はい、手紙。あなたはチャールズさんですね。やっぱ内容が変わるんやね、ここの。私、パレッタと言います。手紙を運ぶ仕事をしています。あなたへの手紙を預かっています。ちょっと待っててください。はい、どうぞ。確かにお届けしました。やや、これは妻からの手紙だよ。ありがとう。これが何よりも励みになるよ。そうだ、お礼にこいつをあげよう。この前、この辺りに砂漠を調査している時に見つけたのだよ。おお、星のかけら。あざす。砂漠の町、カラカラタウンはこの道を東にまっすぐ行ったところにあります。砂漠で迷うと大変ですから、道から外れてはダメですよ。道から外れたところには怪物もたくさんいますしね。なんなら盗賊もおったよ。怖かった。スピード感が怖かった。私たちは考古学者であるチャールズ先生のお手伝いをしています。今はカラカラタウンに行った仲間が情報を持ってくるのを待っているところなんです。なんでもカラカラタウンの人たちは、アラビ遺跡を作った人の子孫なんだそうです。遥か大昔からここで遺跡を守ってるなんて、ロマンを感じるお話ですよね。なんかすごそうだね。東、うわーい。たぶんどっか行ったんですけど。東にまっすぐ。いっぱい来るー。やめてよー。君たちはスピードが遅い。またなんか走ってきそうな気がす。何あれ。敵ではない。つむじ風やね、あれが。恐ろしい。これは話せるんじゃない？よう旅の人。俺も旅の途中さ。旅をする者はみんな兄弟みたいなものだよ。町へ行くならこの道を東へ行きな。砂漠の都、カラカラタウンが道の向こうで待ってるぜ。大丈夫？こんなところで。襲われない？とりあえず何も敵はおらなさそうやね。まだついてない。もうついたかと思った。まだだな。多分ついたら音楽が変わるはず。ん？誰もおらんな。看板。砂漠の町へようこそ、カラカラタウン。お、着いた。あー、やっと来たよー。おー、旅の人、よく来たな。砂漠の町、カラカラタウンへようこそ。ここはロレンチ親分が仕切っている町なんだぜ。そいつを覚えておくんだな。ロレンチ。ネズミってことか。とは言っても、あんたたちがロレンチ親分と会うことはねえだろうけどな。多分会いそうだな、ボスなんじゃないの。じゃんじゃかじゃーん。毎度おなじみのハテラムシでーす。クイズをしますか？はい。それでは問題に行きましょう。問題です。最初に手に入れたハンマーで壊すことのできるブロックの色は？黄色。さっき壊してきたけん。正解でーす。おめでとうございます。推しのかけらをプレゼントします。やったね。ちなみに、現在のあなたの正解問題数は2問です。次回も頑張ってくださいね。それでは、さようなら。よかった。今日壊してなかったら普通にわからんところやった。ロレンチョウエーブンは偉い人。ロレンチョウエーブンは強い人。ロレンチョウエーブンがどこにいるかは誰も知らない。本当の仲間だけの秘密。なんだその歌は。洗脳されてるのか。聞いて聞いて、砂漠のどこかにサボテンイワってのがあるんだって。あったよ。
そこから南に3つ、西に2つ、行ったところに何かが隠されてるらしいんだ。どうやってそれを手に入れるのかは知らないけどね。今度行ってみるといいよ。へえ。ねえねえ、他にも僕の話を聞くかい？もっといいこと教えるよ。なになに？砂漠のつむじ風にうっかり近づくとどっかに飛ばされちゃってすっかり迷子になっちゃうし、砂漠のボルドーは突然すごい速さで走ってきてささっとコインを盗んでいくんだ。他にもいろいろあるけれど、砂漠で生き延びるにはたくさんの情報が欠かせないよ。ねえねえ、他にも僕の話を聞くかい？お、町を出てすぐ南に行くとオアシスがあるんだ。とっても綺麗なところだよ。僕もたまに行くんだ。休憩するにはちょうどいいところさ。なになになに？砂漠のどこかに3本並んだヤシの木があるらしいんだ。その真ん中でジャンプをすればちょっといいものが手に入るらしいんだ。でも3本ヤシって一体どこにあるんだろう。何せ砂漠は広いからね。へえ。ちょっと待って、サボテンは南に3つ、西に2つ、南に3つ、西に2つ、ちょっとやってみよう。セーブしてからよし、これよね。そんな遠くなかった。え、3つってなんだ。 1,2,3 西に2つ、ここか。めっちゃ近づいてくるやん、やめて。もしかしてこっちめがけてくる？そういうわけではないんか。1歩2歩じゃなくて2つとかいうのがよくわからんねやけど。道？これのことかな。南にこれが1ってことかな。1、2、怖い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 。で3で西に2つ。おい、西に2つ。え、なんかなに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 、めっちゃコイン私がばらまいたのか。怖いって。なにあれ。え、あれではないよね。1よね、まだ2。ここじゃない？2。違うな。別にこれじゃないんかな。壊せる？いや、別に何も。ん？でもここな気がするんやけどな。ねえ、真ん中に1個こんなのがドーンってあるの。怪しさしかなくない？あ、なんか出てきた。これ？ピッキョローン C のバッジをゲット。マリオが攻撃するときの音が変わる。めちゃくちゃどうでもいい。で、また、まあ、あの子から聞いた、ね。裏技というか、プチ情報みたいなの。試そう。三本ヤシの木、全然、どこにあるんかわからんかったの。まあ、またうろつきよったらわかりやろ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。とりあえず次の町までちゃんとたどり着いてよかった。だんだんまたね、敵が強くなってきたけん。いやー、いろいろ増やしていかんといかんね。レベル上げて。